フラダンスを踊る高校生たちの全国大会、フラガールズ甲子園がいわき市で開かれました。演技を披露することを誓います。フラガールズ甲子園はフラダンスを踊る高校生の全国大会として、震災があった8年前から毎年夏に開かれています。全国から26校、県内からは去年優勝した湯本高校など9校が参加して、およそ270人がフラガールのふるさといわきの舞台に立ちました。競技は課題曲と自由曲で争われます。高校生フラガールが華やかな踊りを披露すると、会場からは盛んな拍手が送られていました。競技の結果、朝霞開成高校が初の最優秀賞に輝きました。